いで呂布は敗走、朝鮮は戦場に散った。陣中最強の部を瞬く間に退けたのはナタである。巨著はその一部始終を目の当たりにしていた。そして憤ってもいた。ナタの呂布、なんとか助けられないか。巨著から相談を受けたしばしは即座に、今は一人でも多くの仲間が欲しいところである、ナタの暴走を止め助けられる命を救うために、ナタの暴走を止めるには新たな経路を作るのが早い。すなわち船団を呼び寄せ船だども、そんなことしたら敵が、船は沈まねだからこそ武名高き猛将に、それっておいらのことか。船を呼ぶだけの簡単な戦だが、未来を変える大きな一気を引き締めてかかるとしよう。兄上が船団を率いてくる。俺たちはそれまで敵を抑えておくぞ。敵の勢いが激しい。砦を足場に、なんとか前線を押し返せ。お前が来てくれるって期待してたぜ。やっぱ持つべきものは信頼できる味方だよな。てめえ、味方船団が同艦に接近中とのこと。敵は兵器で船を攻撃するつもりだ。放っておくと面倒だな。おお、申し分ない働きだ。当てろ。
して美味しいご飯食べようなもできたろ。いつ船が来ても大丈夫だ。待たせたな。はっはっ堅固な堰を無手で攻めるは愚策。勝者を用いるぞ。まずは砦を確保せよ。そこで勝者を建造する。さすが兄上、隙がないですね。私が真の三国無双だ。北門を攻撃する。護衛を怠るな。私に力を。なかなか、いや、最高だ。これだからお前と一緒は面白い。覚えてやがれ。船はここに残しておく。これで未来に新たな道を作れよ。私は負けられない。軍神の子なの。妖魔は退け。船の安全はこれならば、未来においても船の道は残す。過去は変わり、新たな未来が生む。あとは将が生む。上場の衆、よかったな。これ俺これをやろう。また今度。